英語テストの点数が高くてもグローバルビジネスは任せられない。英語研修だけでは限界を感じている。その課題、グローバル人材育成プログラムエクセドなら解決できます。木田さんは人事部でグローバル人材育成を担当。海外展開強化のため英語研修に力を入れていますが悩んでいます。社員のテスト結果を見ると英語力が上がっているのは確か。でも海外取引先との交渉がうまくいかなかったり、現地スタッフと信頼関係を築けなかったり、そのせいで納期が遅れたりといった声が。そして経営層からは海外事業を強化するためにグローバル人材育成を急げという話も。そこで木田さんは海外事業を順調に拡大している会社で働く友人曽根さんに相談。何か解決策はないのでしょうか。曽根さんが教えてくれます。実は英語が話せる人材とグローバルビジネスを推進できる人材には大きな差があるのです。そこでおすすめなのが日本経済新聞社が提供するグローバル人材育成のオンラインプログラムエクセド。文化の壁を乗り越えるためのコミュニケーション、自己主張力や適応力などグローバルビジネスの成功に欠かせない力を総合的に育てます。具体的にはビジネス経験豊富なネイティブのコーチが気難しい海外取引先の相手役になりきり、学習者とロールプレイを実施。海外ビジネスの緊張感ある現場が徹底再現され、実務に生きるコミュニケーションスキルを実践的に身につけることができます。ロールプレイ後にはコーチから業務の進め方に直結する具体的なフィードバックがあるため、学習者からアドバイスを翌日の実務にすぐ活かせると好評なのです。なるほど。つまりエクセドのゴールは英語力アップではなくグローバル対応力を上げることなのかと興味津々の木田さんに、そしてと曽根さん。学習者の9割以上からエクセドの学習がグローバルの実務で生きたという評価も。実際曽根さんの会社でエクセドを導入したところ、海外取引先との交渉や商談がスムーズになったという社員が増えたのです。話を聞き、木田さんはエクセドを導入。すると海外事業部の社員から商談で海外取引先と対等に自信を持って話せるようになった。現地社員への指示の出し方などが分かり、マネジメントしやすくなったと喜ぶ声が。これなら海外展開の強化も期待できそうですね。エクセドの詳細はお気軽にお問い合わせください。